すずくんやそうちゃん、3年の先輩ってあるのに、城田先輩だけ個別で選択肢がある。まあこれは私が城田先輩ルートに行ってるからだろうけど。あれ、あそこにいるのって、ん、おお、1年生トリオじゃん。先輩たち3人がいるってことは、なんか打ち合わせかな。また騒がしいのが。まあこの辺はでも仲良くなったクラスの戯れというかということでいいのかな。やあやあ、仲良く連れ立ってどこにお散歩だい。まあまあ外暗いように見えるから9時とか10時とかかな。俺らはコンビニっす。先輩たちはどうしたんすか。奇遇だね、僕らもコンビニさ。あ、本当ですか。じゃあ、偶然鉢合ったのか。てっきり椅子かなんかに座ってるのかと思ったんだけど、本当に偶然お互い行くところにあったって感じなのか。ラッキーだね。え、城田先輩もですか。本来コンビニに行こうとしてたのは僕。あ、そうなんだ。ネジさんに見つかって絡まれてたの。そうか、あの大変失礼だけれども、城田先輩でもコンビニって行くんだな。いやまあそりゃ行くだろうけど、コンビニだって応援だってスーパーだって行くだろうけど、なんかびっくりしちゃうね。店員してていきなりこんな人来たら私ドギマギしちゃうな。ミツも災難だな。夜道に一人は危ないよ、ジャンヌ殿。こんなところで立ち話するのもなんだし、みんなでコンビニに行きましょう。まあそうですね、観光地ってそういうお金持ってる人を狙う強盗というかもいるって聞くから、みんなで行った方が良さそうだね。道中賑やかだったね。ちょっと待って、ごめん、今さなんかセリフ会話あるかなと思って、それまで感想を黙ってよと思ったら終わっちゃった。待って、今のゆっくり見たかったな。とりあえずなんか夜道のね、すごいいいイラストなのは分かったんだけど、今のゆっくり見たかったな。あのすずくんが戦闘でルンルンしてるのだけはちゃんと見たんだけど、これ後で見るか。やっぱりこの普段見慣れてるコンビニに城田先輩がいるっていう光景がなんかすごいな、夢みたいだ。城田先輩すっげえ切れそう。一人で行こうとしてたのにこんな行列ができちゃって。そっとしておいてやれ。そうっすね。さあ買い物買い物。私もいろいろ見てみよう。お、選択肢か。それにしても城田先輩がコンビニに来るって珍しいな。何を買うんだろう。珍しいは珍しいんだね。普段から学校出てよく行くような感じではないのかな。立花。はい。はい、どうしました。日焼け止めどこ。日焼け止め。日焼け止め、多分向こうじゃないかと。てっきりそういうのも全部揃えて持ってきてるかなと思ったんだけど、切れちゃったにしては、あると思ってて持ってきたのがほとんど中身なかったとか、そういう感じかな。合宿場所が海沿いのホテルだって分かってたらちゃんと準備してきたのに、手持ち分が切れちゃったじゃないか。なるほど、そういうことか。そっか、明かされてなかったもんね、行く場所。相変わらず一番最初に私に聞いてくるのめちゃめちゃいいな。城田先輩、ちゃんとケアしないと大変なんだろうな。そりゃね、筋肉だって肌だってっていうか体がそうだろうけど、本当にちょっと気を許してこう加工しちゃったらなかなかもう上がれないもんね。お前も気をつけておいた方がいいぞ。ネジさんが突然外で練習するなんて言い出すかもしれないし。それはちょっと言いそう。あの
砂浜で急になんかちゃんと稽古に関係はあるけどかけっこしようとかそういうことフラッグリーチフラッグしようとかなりそうな気はしないでもないな。ありえますね。ありえますね。なんだかんだ長いしちまったな。旅先で友達と一緒に行くコンビニってすごい楽しいよね。なんかやたらワクワクしちゃうな。部屋戻る。お疲れ様です。僕らも戻りましょうか。明日お寝坊しないようにね。わかりました。すずくん大丈夫かな。大丈夫か。あの時は練習でいっぱいいっぱいだったからだもんね。お疲れ。お疲れ様です。また明日。わかりました。当然だけど海さんもネジさんも海さんも寝巻き着てベッドに横になるっていうシーンが当然毎日あるはずなんだよな。なかなか想像できないね。みんなでコンビニ楽しかったな。さあいつも通り歌唱しますか。さてさて、それでは夢食いバクと僕の続きをやろうか。Tシャツが新しくなってる。カイちょっと山行ってくる。これあれか、なんだっけ、なんちゃら T にカイを連れ戻してきてみたいなことを言ってた時のことかな。カイさんのイラストがなんでこれネジ先輩描いてるのかな。なんであのスズくんの時も思ったけど顔の輪郭やたら大きいんだろう。三沢さんみたいになってる。みんなの出来を順番に見て回るよ。あ、そっか、実質本番的な感じなのか。そうだった。君たちが作り上げた夢食いバクと僕、しっかり見せておくれ。スズくんと私の練習のシーンはほとんどなかったから、これはここで私たちもどういう出来になったかっていうのを見られるのかな。楽しみだね。まずは折巻くんと立花くんだ。お、最初だ。かましましょう。オーディション？大丈夫、今度こそうまくいくよ。そんな不安そうな顔しないで。スズくんこの役も似合うね。なんかスズくん全部似合うな。王様もだし、なんだっけ、社長じゃなくて偉い上司みたいなルイスかもそうだし、今回のこのまあ若者感が特にいい意味で出てるスズくんだから似合うのかもしんないけど。そう遠くない未来、誰もが僕の歌を口ずさむようになるさ。スズくんの演じる僕は自分の夢が叶うって心から信じてる。すごい、今回もう2枚目のイラストだ。綺麗だね。白黒ってのもまた美しいね。スズくんこう見るとやっぱ美男子だな。顔立ち、鼻から顎のラインが綺麗すぎる。その分ラストで打ちひしがれる姿が際立ちそう。そうだね。ただ夢が叶わなかったってだけじゃなくて、自分がバクと同じで人の夢を奪っていたんだっていうのに同時に気づくわけだからなおさら引き立つね。よし、私も頑張るぞ。私は夢食いのバク、人の夢が好物です。まどろみに見る夢ではございません。開いたマナコが見つめる七色の光が好きなのです。今回はあんまり練習のシーンがなかったからだろうけど、ちょっと不安になっちゃうな。どういう風に喋ればいいのかっていうか、どういう心境でバクは言ってるんだろうっていうのをまだ立花さんと一緒に歩んできてなかったから、どうなるのか楽しみだね。うん。この沈黙ね、嬉しいやら怖いやらなんだよね。演劇してる時の監督とか審査員のこの沈黙って、おお意外とやるなって見てくれてるのか、ああはいはいと思われてるのか。怖いんだよね。はい、オッケー。お、うん、これ全部やった？途中で切られたかな。え、いやこれ途中で切られたっぽいな。
普通に考えたらこういう場合の途中で切られるってもういいですあなたたちは、みたいな。ダメな方がほとんどなんだけど。まだ途中っすよ。また後でやってもらうから練習しといて。では次。これは違うっぽいね。ネジ先輩だからかなり優しくやんわりと言ってくれてるけど、練習しといてってことは多分何かダメだったんだな。ネジ先輩が思う、私がダメだったのか鈴くんがダメだったのか両方か、まずそれをちゃんと考えないとな。良かったのか悪かったのかわかんねえな。みんなの演技見せてもらったよ。みんなは最後までできたのかな。俺らだけじゃなくて他のコンビの演技もざっとしか見てねえぜ、ネジ先輩。そうなんだ。ではここで、ここでコンビをシャッフルしてもらいます。なるほど。え、これは面白いね。シャッフル、織巻くんと組んでバクをやっていた立花くんが別コンビで僕をやっていた与永くんと組むのさ。なるほど。僕役は僕役、バク役はバク役で交換していくのか。面白いね。ちょっと固まった演技プランを変えなきゃいけないんだ。その柔軟性と、アドリブ性とか、まあ、もしくはそこで初めてこういうバクや僕のあり方があるんだ、こういう気持ちになるのかなって気づけるかもしんないから、これは面白いレクリエーションだね。え、じゃ俺はどうするんすか。織巻くんはフミと組んでもらう。おお、フミさん。フミさんと役はそのままで相手を変えるのさ。それじゃあ橘くん、与永くんコンビ行こうか。あ、しかも練習ないんだ。これいきなりやるんだね。これは怖いね。まあどんだけ役のあくまで気持ちで相手が来たのを、まさにネジ先輩がその舞台を組み立てる時のような、その場に生きてるものとして対応できるかだね。台本とかじゃなくて、その時のバクならどうするかっていうのをどれだけできるかって感じかな。あの、合わせる時間はそんなものないよ。これね、ネジ先輩だから本当になんかこう明るく楽しくっていう風に聞こえるけど、これ演劇経験者の人だったら心臓バクバクだと思う。ひえーってなるね。まあネジ先輩どうなんだろうな。ただネジ先輩自身がそれぞれどういう化学反応を起こすのか、ただ興味本位で見たいだけなのかも。それならそんな緊張しなくていいかもだけど、生実家一番最初の新人歓迎会の全アドリブの時よりもこれ怖いな。まだ何もない方が何でもできるから私は怖くなかったけど、これは緊張するね。え、では始め。合わせなしで演じるのは怖いけどやるしかない。さすが度胸あるね。行こう、そうちゃん。うん、頑張ろう、そうくんなら大丈夫。オーディション、大丈夫、今度こそうまくいくよ。あ、そうくんはあれだね、すずくんと比べてちょっとそのなかなか芽が出ないことに焦ってるっていう感じなんだね。すずくんはまあ良くも悪くも楽観的に、大丈夫、絶対次はうまくいくからって少年ジャンプのなんか主人公みたいな感じだったけど、これはまた違う感じだね。そんな不安そうな顔しないで。これすずくんと全然違う。違うね。人によって同じ台本でも全然違う役になるっていう面白みだね。そう遠くない未来、誰もが僕の歌を口ずさむようになるさ。うん、自分で不安を抱えてるのがよくわかるね。すずくんの僕は本気で信じてそう言ってた。そうちゃんの僕は彼女を安心させるために無理して言ってるみたい。別の話見てるみてえだ。面白いね、書く人のを見てみたいな。俺の中で僕はこれしかないって感じだったのに、夜長の僕を見てるとしっくりくるっつうか、僕ってこういうやつだったのかもしんねえって
って思えてくる。うん、役の解釈が違うようだな。コクトも真逆なタイプ当ててんだろう。分かって選んでるのか、さすがだね。あの、俺とヨナがどっちの僕が正しいんすか。これは脚本書いた人のこれっていうのがあれば、まあ正解はあるかもだけど、必ずしもはないね、きっと。役作りに正解なんてないよ。だから必死で探すのさ。実際演劇とかでもアドリブで入れたセリフとかが、それいいねって主人公の口癖にしようみたいな風に採用されたっていうのも聞くからね。本当に正解ってのは自分で考えて生み出すものなんだね。彼女はどこに行ったんだ。あ、これ手紙。ものすごい壮大な感じだね。あとはそうちゃんが彼女からの手紙を読んで終わりだ。あ、最後まで行ったんだ。鈴くんの僕は心の支えだった彼女からの別れに絶望してた。そうだね。そうちゃんの僕はどうなるんだ。不安がってたから、悲しくもどこか自分と別れて正解だったと認めざるを、なんか認めにくいけどちょっとそう思ってしまう自分がいる。でも悲しいっていうような感じになるのかな。本当はもっと若いうちに結婚したかった。もっと早くお母さんになりたかった。もっと幸せになりたかった。これ相手が完全に愛想を尽かして、もうあなたなんていいって別れてるんじゃなくて、本当に愛してはいるのにっていう、その愛してる好きだっていう思いは変わらず、間違いないからこそすごい辛くて、だからこそこのエンディングがそういう方向で映えるお話だね。これ以上あなたの夢には付き合えない。笑った。笑った。安堵したように笑った。そうか、僕は夢を諦めたかったんだ。もう諦めてるのかも。彼女を安心させるために、そうか、彼女も応援してるって言ってたから、この物語の中ではソウ君は辞めたいとどっかで苦しんでいたけど、彼女のために、その彼女のせいじゃなくて、頑張らなきゃって喜ばせてあげようって思っていたけどっていうことなのかな。だからすごい悲しいけど、彼女がいなくなったことでそういったしがらみから解放されたっていう解釈で合ってるかな。でも彼女が応援するから頑張らざるを得なくて、彼女がいなくなってやっと自由になれたんだ。これはちょっと私と違ったね。もっと喜んでる方だ。どっちかっていうと本当に彼女がのせいでと言えるぐらいの考え方の多分演技だったんだね。全く同じセリフ、同じエンディングのはずなのに全然違うストーリーだ。うん、面白いでしょ橘君。あら、私に見せてくれたんだ。ネジ先輩、これが演劇ですよ。ネジ先輩が言うからこそのこの説得力と言葉の重みを、さらっと演劇ですよって言ってるけど、いろんなものを歩んで食べて身にしてきたからこその言葉の重さがあるね。これが演劇。お疲れ様。お疲れ。すごいね、ソウ君。君のバケ、ものすごく新鮮だったよ。同じ話でもこんなに変わるんだな。それが演劇なんだな。そうだね、全く同じ人生を歩んできた人なんていないから、その人の価値観でキャラクターって必ず変わるはずだから、
誰がやっても絶対全部似てても違うものになるはずなんだね。面白いね。一回一回のストーリーが長いせいか体力が全然減らなくてびっくりしちゃうな。まだ全然余裕あるね。午前の稽古やっと終わった。きつい。歌にダンスに芝居にぎゅうぎゅうびっしり。あ、頭回らなくなってきた。私も劇団にちょっといた頃があったんだけど、そのところの合宿もめちゃめちゃきつかったな。本当になんか4時間ぐらいしか寝かしてもらえなくて、自由時間寝る前の1時間だけみたいな、ひたすら演技の稽古とかなんか走ったりして。でもこれはどうなんだろうね、そういう合宿でめちゃめちゃ厳しいのを味わうからこそ、普段の稽古がちょっと余裕を持てるというか、気持ちのその最大を更新することによって普段もまだいけるなって思わせる、ゆとりを持たせるためっていうのもあるのかもね。合宿来てからずっと稽古詰めだからな。ふみさん全然余裕があるね。息全く切れてないし、さすがはダンス1位ぐらいの実力があるだけあるね。体力の出来が全く違うんだな。さすがに疲れが出る頃だろう。海さんも全く疲れてるように見えませんけど、すごいね。きついけど俺まだやれるっす。あ、鈴くんすごい。これは鈴くん頑張ってるし、ガタイがいいだけあるねって言ったらちょっとなんか偏見的だけど、鍛えてきてるんだね。ジャックとしてきっといっぱい。体力バカは黙ってろ。まあでもここはね、少なからずその生まれつきの体の差とかはあるはあるだろうね。どうしても埋められるものであるかもしれないけれど。ひでえ。そんな皆さんに午後のスケジュールをお伝えします。これは海に行きましょうなのか、みっちり演劇の稽古をするのか。ソウ君が怯えてる。本日午後はあ、やった。完全なフリーだ。え？以上、解散。どこの何を観光するのか全く言われてないんだ。まあ、なんかありそうではあるね。ちょっと待ってください。どういうことすか？ライス！プライベートが充実すれば？お？おのずと労働意欲が高まるもの。さすがだね、鈴くん。そう、こういう終わったセリフのやり取りするのめちゃくちゃ好き。金色のきらめきってなわけで、ここで休憩を挟んで稽古意欲をガンガンに上げてもらおうってことさ。大事だね。仕事もなんかね、週休じゃないや、休み増やしたらむしろ会社として業績上がったみたいなのも、まあ、全部に当てはまるわけじゃないだろうけど、あるから休暇はねやっぱり大事。それでは再び解散。モチベーションを上げていきましょう。急だな。僕は休みます。そうですね。一旦休みましょう。少し休んだら体力が回復してきた。綺麗な部屋だな。そうか、夜だったからカーテン閉まってたけど、こんなにめちゃめちゃ綺麗に海見えるね。絶景だな。これ一人か、なんか気のいい友達とかそういうパートナーの人とかとここ来たいね。せっかくバルコニーに椅子2つあるし、あそこでくだらない話したりお菓子食べたりしたいな。せっかくだしどこか出かけてみようかな。お、みんなはどうしているんだろう。スズ君やソウちゃん3年の先輩ってあるのに、シロタ先輩だけ個別で選択肢がある。まあこれは私が白田先輩ルートに行ってるからだろうけど。
みんな気になるけど、城田先輩気になるな。お疲れだろうし、お邪魔はできるだけしたくないけど、ただね、ちょっとおごってるかもしれんが、言ってもそんなに嫌がられない自信が今ならちょっとある。なんだかんだ言って、まあ座れとかなんか言われるんじゃないかなっていう。好意を多少は持たれているのではないかと、その友人関係としてね。今はあるので、顔を出しましょう。城田先輩はどうするんだろう。疲れてたから今日はもうお部屋から出てこないかな。とりあえずロビーに出てみよう。城田だったら繁華街の方に出かけてたぞ。あら、おしゃれなシャツですね。あのインナーっていうか、あれなんだろう。え、そうなんですか。出かけたんだ。ああ、繁華街で飯食って帰る途中ですれ違った。ということはこれからどこかに行くところなのか。せっかくの自由時間を休憩だけに使うのは気に食わないんじゃないのか。あいつそういうタイプだろ。なるほど。さすが交流がある分よく知ってるですね。なんかアニメのキャラクターみたいになっちゃった。クォーツはうちと違って稽古漬けだろう。お前も少しは羽を伸ばしてくれば。そうですね、繁華街に行ってみよう。はあ、賑やかだな。